さあ、第3話のスルは伝説のレスラーダスティーローです対スティーブ・コリゴの一戦ですよ。はい、まあ、止めてますからね。はい、さあ、水島ちゃん、はい、ダスティー・コリゴですなんてね、水島ちゃんのお父さんと同じくらいの人なんじゃないですか。そうなんですよね。だってダスティーローです選手は1945年までの59歳なんですよ、ね。はいはい、私の父よりも年上なんですよ。上なんですか。上なんですよ。それが現役バリバリでやってるわけですよ。そうですよ。普通ではね、はい、親子でタッグを組んでたんですけど、ね、今回はね、一人で頑張ってほしいです。さあ、そしてスティーブ・コリゴ選手が入場しました。これはちなみに30歳、そのダスティーローですよりはもう29歳、ほぼ倍ですね、倍の年齢差がありますね。コリゴと僕は同い年ですよ。あ、そうですか。はい、ちゃんと、そしてこのコリゴはこう喋りが面白いですからね。そうなんですよ、ね、いい喋りしてくれるんですよね。さあ、続いてダスティーローです。さあ、アメリカンドリーム入ってまいります。はい、来ました。1945年、さあ、59歳、来年還暦だというね。はい、さあ、ゆうこちゃんと、はい、お父さんの年はいくつぐらい？52、3ですね。年上だぜ。年上なんですか、もう。お父さんって呼んでる。お父さんって感じですよね、でもなんか。アメリカのお父さんって感じです。いや、でも強いんですよ、ね、いいこれが動くのよ。さあ、後ろから動くか。コリノ、いきなりどこからやってきた？どこからやってきた？コリノ！今、コリノ入場しましたよね。はい。さっきはリングいたんですけど、後ろから今、襲ってきましたよね。はい、いやいや、いきなりそんな大人をいじめても。いや、もうみんながね、ダスティーローゼ選手に聞い取られてる隙にですね。そうですね。はい、いつの間にか回り込んでましたね。ちょっとこれでも、木原さん、珍しいですね、スティーブ・コリノとしては。そうですね、奇襲攻撃。補足ではありますけど、笑いましたもんね、これまで。はい、面白いですね。ちょっと今日はシリアスモード入ってるんですかね。いきなり仕掛けました。どうしても勝ちたいんでしょうね、今日はね。親子のような年齢差ですからね。ちょっといきなり仕掛けられたのがこのダスティーローです。もう一つコリノ、木原さん、でもこのダスティーローですは、はい、ずっと反省してますね、3回連続の。そうですね、もうあの今回のスローワンから、ね、レジェンド大爆発で人気をまた取りました。でもこう昔と変わらずこの同じ動きでね、こういうのね、本当ファンを魅了していると思いますよ。そうですね、はい、本当59歳と思えないですもんね。もうね、ローゼ選手なんてもうマードック選手とのね、G アウトローズなんて。そうですね、で命戦なんてもう良かったですよ。本当に懐かしいですもん。でもね、このその当時とそう変わらないね、この動きと、はい、これは本当に嬉しいことですね。いや、容赦ない、コリノ。椅子使ってますね。コリノ一番に対して観客からブーイング。まさにこれ、会場とキャッチボールする、喋るのがスティーブ・コリノ。そうなんですよね、会場と話をする、キャッチボールプロレスというか。これまでに戻れと。No. あんまりしつこいと、これリングアウトカウント数えられちゃいますよ。あ、何か狂気持ってますよね。何かやってますか？違えてます。あ、出血だ。あ、流血しましたね。うわ、かなりさ、おびなだしに出てますよ、これ。すごい流血ですよ。痛い。いや、でも、こうなんか、まあ、老人とまでいかないですけど、もちろんいじめにちょっと見えてますよね、ここまでは。親父狩りですよ、親父狩りですよ、まさに。いや、これから巻き返すと思いますよ。リビングレジェンドに対して容赦ない。しかし、よっしゃよっしゃ、いけいけ。これじゃやられないですよ、まだね。そうですね、はい、いや、拳も硬い。いい音してましたね、今。ダスティーローゼ選手、もともとあの喧嘩ファイターで打ってた選手ですから。あ、そうね、もうこういうのはもうお手の方ですよ。返してきますよ、今度は。違う、違う、違う、ここまでするからね。こんな飛んできちゃうんですか、違う。ふざけはちゃんと。今度はドクターの前に、怪我の治療か。怪我の治療に
ったんですよ。治療に行ったわけじゃないですか。行かないですけどね。ピットインしたんじゃないですか。さあ、そして、マジっすか。髪の毛も抜けましたね、いっぱい今。青木優子さん、今聞こえました、今ちょっと暴れてしまいました。なんかすごい音ですね。こーって音しましたね。もう一つ、すごい音で。実況席の前です。実況席の前に来ました。鉄柱から2回も当たって大丈夫ですかね、氷野選手。そうですね。水めぐちゃん、でも流れ変わりましたね、これで。3択目ですよ、これで。うわぁ、あんなにやったら鉄柱がへこむんじゃないですか。鉄柱の方がですか。どんどん心配してんだよ。そんな石頭ですか。あ、出ました、信じちゃいました。すごい、2人とも出る鉄です。これはもう、こんなポストにね、3回もぶつけられたらもうこれ割れますよね。ざっくり割れちゃいますよ。髪の毛もちぎれてますもんね、空中に浮いてますもんね。髪の毛が赤く染まってますよね。ですね。でもこれ因縁見えてますけど、ある意味ですね、この堀野選手からしたら、このダスティローゼ選手、一つのこの目標である選手だと思うんですよね。憧れですね。はい、憧れと言ってもいいほどのあの選手なんで、じゃこの試合は嬉しい試合ですよね。そうでしょうね。流血しながらもこれ楽しい試合かもしれないですね、本人的に嬉しい。はい、橋本バカ出ましたね、橋本バカ。 D D T 偽物バージョン。日本語上手ですね。さあ、ハッスル出ました。ちょっとでも真っ赤ですよ、ね、ちょっと横ちゃん笑えない感じありますよね、ちょっとね。小川、え、次は何行くんですか。もっとバカ、小川もっとバカって言いましたよ、これ。小川もっとバカ STO STO さあ、ダラダラダラという感じの STO。 この後王ちゃんポーズ。確かこの流血はちょっとひどいですよ。いや、もうこれペイントしてみたいですね、顔が真っ赤で、はい、髪の毛も赤に染めたみたいですよ。おやっと、ね、長州割りの長州ですかね。長州、そうですね、会場から長州コールが起こった。しかもチャンピオンをサポーターしてますよ、はい、おっと、さあ決まるか。バックか、やりにくい蹴り、何だったんだ。頭いいアピールしてますね、ペイントだったんですね。5分が経過しましたね。ダンダーコブショ、おー、受けて、出るか、出るか、いや、ヘッドバットだ。おーおーおお、危ない危ない。出た、バラリケルボー、毒針出ましたね。これ痛いんですよ。これが必殺ですよね。血だらけですね。これなんかエルボ食らうと、頭の指の先まで痺れるらしいですからね。血が吹き飛んでましたよ、今。ちょっと青木優子さん、無言になってるんですけども。もうなんか圧倒されてます、やっぱり。怖いですよ、すごい鮮血ですよね。なんですか、この真っ赤。こういうプレーは嫌い。もう今、ふーってなってますね。ちょっと、あと、ローレスのこれ、ローレス選手のこのブーツを取りましたよ。うわー、ブーツで足を。うわー、それ左向けてですか。あー、今、観客に向かっても、まあ、いわゆるこのブーツ先とばってるやつですよね、これ、はい、おおお、手に入れて。結構ですね、これあのテキサス出身の選手はですね、結構あのブーツを履く選手が来て、テリーファンク、ドリーファンク Jr. またこのダスティロー選手、またスターハンセンとかですね、ウエストテキサス大臣。いや、しかし見てますよ、ここはどうですが、下からさあ、デッドリードライブですよ。出ますね、出た、本物のデッドリードライブ、トップロープから。これもアメリカンプロレスの真髄ですね。ですね、今度はこれを武器にするのも、これも木原さん、これはもう本当にテキサスレスラーですね、はい、エルボー、ここで決まった。さあ、カウントに入る。やられて、やられて、最後ここで返す。一冊エルボー入りましたね。まだまだ健在ですよ、ダスティローデス。10月12日で59歳になります、ダスティローデス。エルボで決めちゃいましたね、決めましたね。最後は大松さん、どうでした。今回ですね、堀野選手コービー君連れてきて、あのローデス親子と、ね、親子対決なのみたいですよね。いいですね、リベンジの